ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシ坊主です。はい、で今日はですねこちらのボトルを掘り出していきます。さあ無事に浮かしてるんでしょうか。瓦は劣化するとめっちゃ土みたいになりますね。あ、いた。おう、これはですねトカラノコギリの逆眼血統ホワイトアイですね。ホワイトアイの子なんですけど、おっとピンクアイ、すげえ、ホワイトアイからピンクアイ出てきましたね。あ、かわいい、すげえ、いちごミルクみたいな色してますね。でオスもね同じ血統なんですけどピンクアイがいたので、ちょっとピンクアイからのレッドアイに持っていってみます。あー、ターン挟まれそうですね。これ乗って、あ、やばって、あ、いて、あー、見て、危ねー、うわー、軽く挟まれたけどめっちゃいて。これだからクワガタは可愛いんだ。あー、危ねー、めっちゃいて。脳震盪しないよね、大丈夫だよね。ごめんね、めっちゃ振っちゃって。で、一応オスがね、オスも先に掘り出しちゃったやつがいたので、こちら、これがトカラノコギリ、ちょっと小さいんですけどサイズが、これがオスですね。これは普通のホワイトアイです。こちらがオス。色が綺麗。いいですね。で結構休眠するんですよね。で休眠から覚めるタイミングがトカラノコギリの場合未だに分からなくてちょっと苦戦してるんですけど、まあ、とりあえず餌食べ出したらペアリング開始しますね。ということでですね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。